大丈夫まいちゃん。皆さんこんにちは。こんにちは。私たち糸島ピアー隊ラビッツです。本日は軽トラ1にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ここでメンバーの自己紹介をしたいと思います。はい、高校2年生17歳になりましたリーダーの琴乃です。はい、中学2年生になりました13歳のひなです。はい、高校2年生16歳のまいです。よろしくお願いします。はい、小学1年小学6年生になりました11歳のあやかです。皆さん今年の桜って見られました？はい、綺麗じゃなかったですか？めっちゃ笹山公園の何公園桜めっちゃ大きくてね、めっちゃ綺麗でした。まあ来年もまた行ってみてください。次の曲お願いします。次は2曲続けてどうぞ。桜果実。桜、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 
とうございます。ありがとうございます。皆さん暑いですけど水分補給とか大丈夫ですか？はい、あれ大丈夫大丈夫ですか？大丈夫よかったです。もう皆さん喉が渇く前に、水を水分補給を、ね、飲んでほしい。重症にならないようにね。わかりました。お願いします。お願いします。はい、今からは、いつものあの企画をやっちゃいます。イエーイ。今日紹介する糸島は白糸の滝です。イエーイ。白糸の滝は、年に20万人そうそうそう20万人の人が来る場所でとても有名な場所ね。そうね、はい。今年の5月連休はヤマメ祭りが行われています。それと親子連れやたくさんの人がいっぱいヤマメ釣りをしているそうです。そして私たち糸島ピアタイラビッツも、1日に2回ステージに立たせてもらっています。今年も白糸の滝のあれまいちゃん、あ、まあいいや。怒られた。ちょっと間違えた。今年のゴールデンウィークはどんたくもあるので、ぜひ立て続きになるんですが、ぜひ、ラビッツのステージを見に来てほしいと思います。お願いします。詳しいことは、またツイッターでお知らせします。最後までありがとうございました。すいません、間違えました。すいません、私も間違えました。はい、次。はい、次の曲振りは、自分で言うタイプ、OKOK。 次はシャイニングです。違います。イトクルトです。え、イトクルトです。あら、次はイトクルトです。聴いてください。どうぞ。僕は小さくて
次の企画は、我らがリーダーの振り方下手ですよ。我らがリーダーの、誕生日を祝いたいなと思っています。ありがとうございます。大丈夫ですか？暑いぞ。暑いな、本当に。あら、結構いっぱい。いっぱい。エルモ？かっこいいの。でしたね。こっちが先です。すいません。あ、そっち？これは誰だろう？うわ、お花。花となんかある。ちょっと写真撮りますね、後で。はい、ありがとうございます。そして、生物。シャトレーゼ、大好きなやつ。並んでひざまずくやつ、こうやってミニオン、ひなちゃんかな。パンチ、パンチするとミニオンのパンチあげてみ、マジ、ありがとう。これひなちゃんかな。やった、はい、いますあいかちゃんからまた、ありがとう。ピーのものです。じゃあ帰って開けるね。ありがとう。写真撮りますか。写真撮ろうかな。お買い物した人みたいじゃないですか、これ。セールの日。セール。こうやって。どう撮るの。写真どうぞ。これでシャッターチャンス。3、2、1。早い。5、4、3、2、1。終了でございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ここ置きます？あ、戻しましょう。じゃあその間に私から一言。私の生誕のために来てくださって本当にありがとうございます。今月、今日のステージは、愛香ちゃんが泣きそうなんか愛香ちゃんがおらんくなって、なんか初めてのステージだからちょっと頑張らないかなって思ったなんかいつもなんかいいやつけど、なんかそれでそのまだあごめん笑わせ、その段取りとかめっちゃ下手なことなのに、そうみんなついてきてくれて本当に嬉しいです。こうやってまたねファンの方が来てくれるのも嬉しいです。そのまだ未熟なリーダーですけど、そう任期があと1年あるから、1年その特別な1年にしたいなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります、はい、まさか、ね、聞こえなくて思わなかった。大丈夫ですか。うん、大丈夫です。じゃあ新生ラビッツとして動き出します。最後の曲聴いてください。シャイニングスター。Thank you.
から夜7時半から KBC ラジオの中村先生の水筒と糸島っていう、ラジオで私たちラビッツ の, あのオリジナルソングがをかけていただきます。曲は内緒ですよ。ぜひ7時半からなので聴いてみてください。絶対ですよ、はい、そしてこの後は、今宿の、徳勝寺というお寺で私たちラビッツのステージがあります。お時間ある方はぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。今日は本当にありが、私のために来ていただいて本当にありがとうございました。次のステージでもお会いしましょう。違いますね。これからも私たちラビッツのステージ、え、何を言うとしたとこだ。ここで停電。私たち糸島ペア対ラビッツはこれからもたくさんのイベントに参加し、皆さんに会えるよう一生懸命活動していきますので、ぜひ皆さん、これからも応援よろしくお願いします。以上、糸島ピアタイラビッツでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後の最後までね、グダグダやった。ありがとうございました。